あっかりん。やばいよね。ゴッドゥーダ様、ゴッドゥーダ様、なんで？あのエクスカリバーを。ありがとう。じゃあ、そして、はい、座ります。はい、座って、なんか、座って、はい、二人とも。なんかね、いろいろなんかこう、いろいろ知ってるんだな。ついちゃい、なんかいろいろおかしいよね、今日。いろいろおかしいの、なんか。突っ込みたいけど、どこから突っ込んでいいか全然わかんない。断固辞退する。ぶっちゃけ一緒に出てきた私たちも突っ込みたいけど突っ込めない。お前それ武士道じゃねえかよ。私は大会運営本部より独自行動の免許を与えられる。つまり我慢できなくてパンパンアーミー。やばいよ。ほらもうもう座るな。座るまで行かないよ。ちょっと本当なんとかしろよ MC。 おろくなんとかしてよ。とにかく座れ。こうなったら免許があると言った。いいから。座るか。もうそろそろ座りますか。はい、座って。はい、ね、紹介もできないからさ。進まないからね。ごめんね、めんどくさくて。ごめんごめん。大丈夫、めんどくさいのは一番端の人、ある人だけだから。免許があると言った。杉田店員こと、杉田智和くんです。私はミスターリビドー。抱きしめたいな、武道館。あ、よろしくお願いします。そこは礼儀正しいんだね。そこはね、大事だね。物販の方で T シャツとかそういうサムシング売ってるんでよろしく。杉田さんもね、ちょっと途中から参加みたいな感じなんですけども、はい、いかがですかこのフェス感は。いや基本キモオタなんで、あのアニメのイベント見てると楽しいんで、裏でずっとこうね、うーっとうー怖いね。怖い。本当にちょっとクノちゃんがマジでマジで普通に師匠が怯えてるじゃないですか。杉田さんって、杉田さんもっと行かせるか。私は子供先生だぞ。よかったよかった。よかった。なんでここだけドラゴンボールみたいになってる。いやほら出さない。他を出さない。こちらの方のですね、中にあの当ててもらうものが入ってますので、ちょっとじゃあ前失礼いたしまして。はい。一つ気になるのは、はい、ここにおしぼりが。おーっと入ってんの。待って待って、どうしよう。ぬるぬる系？ぬるぬる系が入ってんのかな。うそ。杉田の大好きなあれ。何スライム、スライム、スライムね。スライムな。何をスライム大好きだもんな。可愛い可愛いっつって超好き、超好き。あのポリバケツみたいな容器に入ってるやつね。スライムです。あんまり具体的にしないで。懐かしいそれ。スライムです。そうですね、杉田さんが口を開けば開くほど花澤さんが悲しそうな表情になっていることだけ僕が気になってしょうがない。触れないでいいですか。触れないでいいですか。中の気持ちでご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。あら、花澤さん椅子いる？俺椅子になろうか。私は結構貴様を気に入っているぞ。ん？従順すぎるより反抗的な方が調教しがいがある。その表情良いぞ良いぞ。いいなずけ殿は一見 S を装っているが、その実 M の素質があるようだ。誰が M だ。私は S、 相性もバッチリだな。ちなみにお前も S だな。しかも表に出さない分、私よりさらにねちっこい。人のことを君のワールドで語るな。私のザワールドではない。人は必ず S か M に分かれているのだ。私は一目見ただけでそれを見分けることができる。はい、お前は M。 ふざけんな。誰が M だ。俺は不良。お前は S。 どうかな。な、いいでしょ。耐え切るな。ついでに M ってなんだ。食べたいか、食べられたいか。杉田さん怖い。イニシャルは S。 そこで、花澤さんと杉田さんが鞭で叩いたり叩かれたりするというですね、話がこの中でございました。気持ちよかったです。杉田さん返しないくれでしょ。, 笑顔、ものすごい笑顔。花澤さんでもね、この笑顔なかなか出ないよ。本当に幸せなんだろうね。本当に出ない顔ですよ。なんか人を幸せにする職業だね。素晴らしい。日本一チームですが、さあ杉田さんが怪しい。このツーショットまずいな。
どういう関係性なんだろうね、このそうですね、気になりますね。分かんないもんな。訳ありを絵に描いたような二人組でございますが。じゃあそれでは、にごいつじめのお題はこちらでございます。どうぞ。うわぁ、この状態の杉田さんにこれ出すのはいいのかなって感じ。あーいいなー。一気ダメダメダメ。いやいやいや、一気しちゃうんだ。お仕事中ですからね。これは、いいな。これは何ですか。はい、まあもちろんワインなんですけども、はい、このワインもあの高級ワインと普通のワインと、ということでございますが、これかけていいんですか。こうかけたらダメです。かけたらダメです。まずそこから、ちょっとちょっと。さあ、そして文豪が近づいてまいりました。ではなんか娘のお見合いに反対するお父さんみたいになってねえ、カップ出されてね、挨拶に来たみたいな。私は絶対に認めないぞ。お父さん。さあ、それでは、最後の続きとして杉田さん、お願いいたします。はい、メインキャラが全員ね、あの当てている声優が揃って、で、あの主題歌のムックさんもいらっしゃってね、本当にあの作品としてあの共有すべき意味のある時間というのが確かに流れていたなと僕は思います。というわけで皆さん、また時が戻ったらキスしてグッバイ。あ、ガリーン。よし、それじゃあ私が貴様ら家畜どもを S か M かに分別してやる。準備はいいか。よし、行くぞ。縛られて嬉しいか。